祖母の日記。私は大変なおばあちゃん子で、中学になってもよく祖母の家に遊びに行っていました。父方の祖母なのですが、父親は私が幼い頃に不慮の事故で死去していました。祖父を早くに亡くした祖母は唯一の血縁者だと言って、私をとても可愛がってくれました。しかし母親はあまり祖母と仲が良くなかったのか、一度も一緒に祖母の家に入ることはありませんでした。私は毎週日曜日の午前中に祖母と神社にお参りに行くのを日課としていました。大変信心深い人だったので、雨の日でも必ず行き、父が他界して間もない頃から欠かすことはありませんでした。祖母とつないだ手はとても温かく、私はお参りが大好きでした。祖母はいつも手を合わせて深々と礼をし、ずいぶん長い間目を閉じてお祈りをしていました。私はいつも単純なお祈りだけをし、祖母の真剣な横顔を眺めていました。終わってからいつも、何をお祈りしてたの？と聞くのですが、祖母はにっこり笑うだけで一度も答えてくれませんでした。私は気にすることなく、毎回帰りに買ってもらうアイスを楽しみにして、祖母とおしゃべりをしながら帰りました。話は急に変わってしまうのですが、私は幼い頃から霊能力が強く、いつも霊障に悩まされていました。金縛りは毎日で眠れない日々が続き、不眠症でした。寝ていても足を触られたり、お腹を針のようなもので刺されたりと、年々エスカレートしていきました。母と霊能者のところにも何度か訪れたのですが、高いお金を請求され、しかも何をやっても効かないので、もう私も諦めていました。中学3年生になる頃には、さらに霊障はひどくなり、交通事故も何度も経験し、毎晩繰り返される金縛りや、霊によって見せられる幻のようなもの、かっこご飯の上に髪の毛や虫が乗っていたり、で精神を病み、不登校になりました。祖母は母が仕事に出ている時間、うちに来てくれて、いつも手を握っていてくれました。祖母といる時間が私にとって唯一安らげる時間でした。母親は仕事で帰りが遅く、あまり口を聞く時間がありませんでした。毎日の嘔吐、拒食症になったと思ったら過食症になり、常に体調も精神も不安定で、自殺未遂も何度か起こしました。その度に失敗し、生きるのも辛い、しかし死ねないという最悪の状況が続きました。祖母とのお参りにも行けなくなりました。中学を卒業してすぐの頃、唯一の支えだった祖母が他界しました。私は大泣きしました。しばらく祖母の使っていた部屋に引きこもり、祖母が使っていた洋服などを抱きしめながら泣く日々が続きました。そんな時でも母親は平然とした顔で仕事に行っていて、それで食べさせてもらってはいるものの、少し母に対して怒りも芽生えました。祖母が他界してから2週間ほど経った頃、だんだん私の周りで霊障が起こらなくなってきたことに気がつきました。私の4人だけいた友達の一人が、〇〇の痛みをおばあちゃんが全部天国へ持って行ってくれたんだよ、と電話で言ってくれました。その時も私は電話口で大泣きしました。1年後に霊障が全くなくなり、精神も体調も回復した私は、通信制の高校にも行けるようになり、バイト仲間たちに支えられて楽しい毎日を送っていました。
祖母の家が引き払われることになったので、私は荷物の整理に行きました。もう気持ちも落ち着いていて、毎日墓参りに行っていました。押し入れの中を整理していると、祖母の古い日記が何冊か風呂敷に包まれて出てきました。その日記は毎週日曜日につけられていました。私は日記を読んで唖然としました。まず初めのページは父が死んだ日でした。不慮の事故と聞かされていましたが、実は自殺だったということが書かれていました。原因は母の浮気だったそうです。ショックでした。涙が出ました。しかし次のページをまくった時に、一瞬で全身が冷たくなりました。そこには祖母の私に対する怒りが書かれてありました。端から端までぎっしりと。私が浮気相手との間にできた子だという文章から始まり、殺してやりたい、死ねばいいなどという今までの祖母と全く違う顔がそこにはありました。私が苦しみながら死ぬように神社で祈っていたのです。あんなに長い間、毎週毎週長い時間、隣にいる幼い私を呪い殺すことだけをひたすら願い続けていたのです。祖母の熱心な祈りが通じたのか、私は大変苦しみました。そして祖母も苦しみながら死んでいきました。日記は燃やしました。長い年月が経った今でも忘れられない出来事です。誰にも言ったことはありません。以上、祖母の日記を読ませていただきました。今日が昨日に変わる頃、明日が今日に変わる頃、常世の闇への扉が開く。闇路の水先案内人、あやかし語り語り部の行庵と申します。はい、こんばんは。あやかし語り、第10夜目をお届けしたいと思っております。今日もまた朝から随分と冷え込んでおりましたが、皆さん、お加減などは大丈夫でしょうか。そして月曜日ということでですね、昨日夜遅くまでお付き合いいただきましたリスナーの皆様、寝坊などせずに朝からきちんと起きられましたでしょうか。私はですね、もう最近朝息子の、起きる起床時間に間に合わなくてですね、もう最近は諦めたのか、さっさと一人で起きては自分で勝手に朝ごはんを食べて、7時15分頃になるとガラッと部屋の戸を開けてですね、起きてというふうに息子に起こされるような日々を過ごしております。早速掲示板の方に、106番目の迷い人さん、おいーす、今夜も天井からぶら下がりながら聞くわということで、天井からそんな妖怪がいましたね。今私の中で脳内再生されているのは赤なめという妖怪ですけれども、あれはお風呂場ですからちょっと違いますね。天井からぶら下がってる妖怪ってなんかいましたよね。今ちょっと急に思い出せないですけれども、なんか目ん玉のギョロッとした妖怪が天井からぶら下がっている姿を今ですね、一人、脳内再生しております。今夜もですね、コアバナサイトの方から、4本ほどピックアップさせていただきまして、予定としては1時ぐらいまでですね、朗読させていただきたいと思っております。でこれは、毎回のお願いというかですね、宣伝というかお知らせというかになってしまうんですけれども、12月にですね、年末にかけて、古典怪談の朗読の方をさせていただきたいと思っておりますので、読んでほしいなと、私のこんな声で読んでも良いというような、古典怪談ございましたら、ぜひとも、掲示板の方にリクエストをいただきたいと思います。またですね、
読ませていただけるサイト様などですね、今ちょっといろいろと調べて連絡取っている最中ですので、こういうサイトあるよですとか、こういう文献あるよとかいうような情報をいただけますと、私としても今ちょっと仕事が立て込んでおりまして、なかなかこまめに動ける状態ではないので、そういったことを教えていただけますとですね、非常にありがたいです。本当に皆さん任せにしてしまって申し訳ないのですが、情報をいただけると大変ありがたいです。それからですね、皆さんの体験談も同時に募集しております。怖かった話、不思議な話、体験談でなくてもですね、創作系の方でこういったお話書いてるんですけれども、読んでくださいというか、読んでもいいですよという既得な方がいらっしゃいましたら、ぜひとも教えていただけますとすっ飛んでいきますので、あとツイッターとかでですね、ついのべですとか140字階段といったような形で、書いてらっしゃる方いらっしゃいましたら、こちらも番組の中で読ませていただければ宣伝にもなると思いますので、もしいらっしゃいましたら、したらば掲示板の方へお願いしたいと思います。ではですね、サクサクっと参りましょうか。昨日の夜ですね、同じコアバナサイトの方から疲れた出張ということで、続きもののお話を4本読ませていただいたんですけれども、今日は同じ方が投稿されている、玄関に塩という、これも続きものには続きものになっているんですが、こちらのお話とですね、その他に映画館の公衆電話というお話を読ませていただきたいと思っております。すいませんね、昨日、そうだ、私今日ご飯食べた後薬飲むの忘れてるからこんなに鼻ぐすぐす言ってるんですね。昨日ちょっと少し落ち着いたなと思ったんですけれども、今日はすっかり薬を飲むのを忘れていたので、ちょっとね、鼻ぐすぐす言ってますけれども、ちょっと咳込んでしまったりですとか、声がかすれてしまったりですとか、そういったところは生ぬるく見逃していただけるとありがたいです。あとですね、BGM ですとか、音声の方、聞き取りづらいよ、また大きすぎるよというようなことございましたら、したらば掲示板の方へご連絡いただければと思います。できる限り対応させていただきますので。107番目の迷い人さん、赤な目で思い出したわということで、何やら URL が貼っ付けてありますけれども、これは何でしょうね。鶴の恩返し、それが妖怪赤な目だった場合あれですか、何ですか、助けた主人公がガラッと開けたら鶴じゃなくて赤な目だったっていうお話ですか教訓知らぬが仏これはどうしようかなちょっとね、生きてれつなお話を紹介していただきましたので、ちょっとこれ先に軽く読ませていただきたいと思います。鶴の恩返し、それが妖怪赤な目だった場合。男は東京から少し離れた田舎に住んでいました。一人暮らしの貧しい人なので、生活は寂しくて苦しく、普段は誰も訪ねてきません。だから家の中は掃除されることもなく、ものすごく汚いままでした。しかしその夜、家の戸をトントンと叩く音が聞こえました。こんなに遅い時間なのに誰が家に来たのかと思って戸を開けてびっくりしました。美しい娘が立っていて、道に迷いましたので男の家に泊まらせてくれと頼みました。男は泊めてやりました。次の夜も娘は泊まらせてくれと頼みました。また男は泊めてやりました。その次の夜も同じように娘は男の家に泊まりました。その間に汚かった男の家はものすごくきれいになりました。特に便所と風呂は水垢も取れて見違えるくらいきれいになりました。
男はその美しい娘に女房になってほしくて夫婦になりました。二人は貧乏でしたが、幸せで明るい家庭でした。近所の人たちは二人の幸せを喜んでいました。しかし長い冬が続いて、お金も食べ物もなくなり、二人はもっと貧しくなりました。ある日、女房は近所の家に掃除婦として働きに出ることになりました。つまりダスキンです。夫は最後のお金で雑巾とモップを買いました。掃除に出るとき、男も手伝いに出たのですが、女房は男に頼みました。絶対に覗いてはいけません。男は約束をしました。女房は閉じられた戸の向こうで一人風呂便所の掃除を始めました。半日の間そのままずっと仕事をしていました。女房は疲れ切って出てきましたが、風呂と便器はものの見事にきれいになっていました。その仕事がとても見事だったので、とても良い給料をもらいました。そのお金のおかげで生活ができましたが、冬は長く、お金も食べ物もなくなってしまいました。そこで女房はもう一度掃除婦として働きに出ることになりました。また覗かないように頼みました。半日待っても戸は閉められたままです。夕方になって疲れた女房が出てきました。それでも風呂の水垢はすべて取れ、そして便器にこびりついた汚れもすべてきれいに落ちていました。前回よりも良い給料がもらえました。女房のおかげで幸せになったのに、男はもっとお金が欲しくなりました。それに近所の人たちもいろいろな質問をしました。サンポールも使わずに、どういうふうに女房がそんなに素晴らしい便所掃除ができるのでしょう。それは不思議なものだと皆は思いました。男はお金が欲しくて欲しくて、それにどのように掃除をするのか知りたくて、女房に新宿駅の便所の掃除を頼みました。疲れた女房はお金がそんなに必要ではないと思ったのに、しぶしぶ掃除に出ることにしました。絶対に覗いてはいけませんと言ってから戸を閉めて、女房は掃除を始めました。男は本当に女房がどのように掃除をするのか知りたかったのです。もう我慢できなくて、合鍵を使って戸を少しだけ開けました。でも見えたのは女房ではありませんでした。フランキー酒井、ああ、あの時の。男は思い出しました。昔吉祥寺のバスへの居酒屋で1500円の飲み代が払えずに困っていた彼が、バイトの大学生にいじめられていたのを見かねて立て替えてあげたのでした。大丈夫ですか？いやいや、本当にありがとう。今は世の中不景気だからね。妖怪も大変なんだよ。鬼太郎とかぬらりひょんとか強敵が多いからね。あ、私妖怪赤なめと言います。よろしく。男はどうやら声を漏らしてしまったようでした。実は妖怪赤なめ、フランキー境に推定50歳、おそらく糖尿病が自分の舌で風呂と便器を舐めていたのです。なぜそんなにきれいに掃除ができるのかが分かりましたが、その時赤なめフランキー境に推定50歳、おそらく糖尿病が男のことに気がつき、女房の姿に戻りました。その姿はまさに今朝ディープなお出かけキスをした自分の女房でした。びっくりした男に女房が説明しました。助けられた赤なめちょっとすっ飛ばしましょう。が娘の姿になり、その貧しい若い男のために自分の舌を使ってまで掃除をしていたのでした。でも男は約束を破って女房の本当の姿を見てしまったので、もう一緒にいることは許されません。しかし男は約束を破ったことを後悔する前に呆然自失としていました。そして次の日、首を吊った男が家で発見されました。警察は自殺と断定しましたが、机の上に散らばった数本の歯ブラシと、一度に使われたと見えるアクアフレッシュ3本、そして男の歯茎が血まみれになっている理由が分かりませんでした。教訓、知らぬが仏。赤なめ、風呂場の赤をなめる妖怪で誰もいない夜に出る。別に赤をなめるだけで何をするわけでもないが、妖怪が家の中に入ってくるというのは気持ち悪いことである。そこで赤なめさんに来ていただかなくても良いようにするには、
風呂桶をきれいにしなくてはいけない。108話目のマイルドさん、なかなかひどい話だろう。しかしそれ読んじゃうとはマイルドだな、ギョハンさんとは。途中ですごい後悔しました。やばい、これどうしようと思って、やめるにやめられなくなっちゃったわと思って、あ、途中でやめればよかった。ちょっとひどい話ですね。ちょっと後半どうしようと思いながら失敗した。すいませんでした。もうね、怖い話に行きましょう。はい、気を取り直して。読めるかな。ですね、はい、怖い話2本目に移りたいと思います。玄関に塩、疲れた出張エピソード1。とかく女というものは強いものである。例えば旦那が見える人間だったとしても、それを嫁に行ったところでバカにされるか呆れられるのが一般的だと思う。例に漏れずうちの嫁もまさしくそうなのだが、いや、そうであった。記憶にはないのだが、私は物心つく前から見えていたようで、母の話によると、よく暗い部屋の中で壁に向かって誰かと話していたという。小学校低学年の時には独り言が多かったり、誰にも見えないものが見えると言い張り気味悪がられいじめられたりもした。小学4年生あたりから自分が特殊で自分の能力で見たり聞いたりすることは人を不愉快にすることを悟り喋らなくなった。そして自分が霊媒体質であることを隠しながら生活をした。いつしか私も結婚をして子供も授かった。嫁には自分が霊媒体質であることを言わなかった。言ったところで変な目で見られるのがオチだからだ。子供の頃のように嫁にまで嫌われたくないというのが本音である。ところが事態は嫁の一言で一変した。あんたさ、昨日私寝てから茶の間で誰と話してたの？あとさ、たまに何もない壁を目で追ってることあるけど虫でもいるの？どうしよう、本当のことを言ったら嫌われる。目で追うのは虫でごまかせるけど、茶の間での話は下手すると浮気を勘ぐられてしまう。仕方ない。私は意を決して重たい口を開いた。自分が霊媒体質であること、たまに霊を連れて帰ってきてしまい、みんなが寝てから除霊をしていること、我が家に用事があるわけではないがたまたま霊が通ることがあり、ついついそれを目で追ってしまうことなどなど、ひた隠ししてきたことが一言唇を切った瞬間から決壊したダムの水のようにあふれ出した。嫌われることを覚悟した諦めモードから来るやけくそである。しかし嫁の反応は意外なものだった。どうやら昨晩の除霊に耳を澄ませていたようで、やっぱりそういうことだったんだ。はじめは誰か女と電話でもしているのかと思って黙って聞いていると、何やら呪文のような言葉を発したり、帰りなさいとか成仏しなさいとか、そんな感じの言葉が聞こえたので普通ではないと感じていたと。それと同時にとても怖かったので、これは確認しなくてはと思ったらしい。にわかに全てを信用しているようではなかったが、最悪の事態は免れほっとしたのを覚えている。そしてそれからは隠すこともせず、霊が通れば、あ、今あそこに霊がいるとかつけてきてしまった時はそのように告げた。嫁にしてみれば自分には見えないので言われれば怖いが半信半疑のようだった。
ある日の晩、ちょうど午前0時を過ぎた頃に私は目が覚めた。そして嫁を起こし、ばあさん亡くなったわと伝えた。かねてから入院中であったため、嫁もそんなに驚いてはいなかったが、どうしてそんなことがわかるのと聞かれたので、近しい人が死ぬと線香の香りと輪の音がすると伝えた。その直後、付き添っていた嫁のお母さんから電話があり、ばあさんが亡くなったことを知らされた。嫁と仲の良かったおばが亡くなった時もそうだった。仲が良かったからか、会いに来て今ここにいることを伝えると、嫁はおばさん、おばさんと泣いていた。ずっと嫌いだった自分の能力もたまには人のためになるのだと思った。さすがにここまで来ると嫁も信じないわけにもいかず、旦那は特殊な人という認識に変わったようだった。決定的な出来事もあった。十数年前のこと、世の中はちょっとした心霊ブームだった。今でこそ少なくなったが、当時はシーズン到来とともにワイドショーやゴールデンタイムでは心霊特番が当たり前のように流れる時代であった。ある日、家族で映画を見に出かけた。忘れもしないリングである。確か四国との2本立てだったと思う。これは余談だが、四国はある意味フィクションとノンフィクションが入り混じった話の内容だったので、自分的にはリングよりも面白かった。四国を見ている時に嫁が聞いてきた。本当にこんなことあるの？と。私は答えに困ったが、口で説明するよりも体験した方が手っ取り早いと思い、あまりやってはいけないことをしてしまった。スクリーンの左横に非常口のランプあるっしょ。あそこを見てて。私はそう言って嫁の首の後ろに手を当て念じた。あ、誰か見えた。女の人。嫁が言う。遠いためかあまり恐怖を感じていなかったようだ。次に2列前の空席を見るよう言い、首の後ろに手を当てた。ひっ。さすがに今度はすぐそこでの出来事だったので怖かったようだ。本当にいるんだよ。私が一言だけ言うと、嫁は無言で大きくうなずいた。それからというもの、何かが起きてしまった時は安心して嫁に連絡ができるようになった。今となっては怖がっていた嫁も当たり前のこととして受け入れてくれている。つくづく女は強いと感じてしまう。我が家の玄関にしようなはそうやって始まり、そして今に至っているのである。以上、玄関にしようをお届けいたしました。この作中の中に出てきましたリングと四国の2本立てですね、実はこれ私も見に行ったことがあるんですけれども、四国のですね、一番最初のこう始まりのところに山道をバスでこう走っていくシーンがあるんですが、そのカメラワークがですね、こう山道をこうぐね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 曲がっているカーブをそのままこう景色を撮っているものですから、一緒に車の中に乗ってその景色を見てる、揺られているような感覚に陥ってしまいまして、で酔ってしまいましてですね、リングを一本見た後にそのまんま居続けで四国を見てるので、もう館内の空気がすごいよどんでるんですよ。入れ替えしないでそのまま見てますから。でもなんかそれでその空気の悪さで気持ち悪くなってしまったのと、そのカメラワークで気持ち悪くなってしまったのとで、もう四国は全然見れなくって、脱出をした記憶があるんですが、当時付き合っていましたうちの相方と弟を連れてですね、3人で見に行ったんですけれども、リングはですね全部見ましたね。こう井戸の底から
雲のような手足で這い上がってくる貞子がえらい怖かったのを覚えていますけれども、いや、せっかく2本立てで行ったのに1本しか見なかったっていう非常にもったいないことをした経験なんですけれども、109番目の迷い人さん、スターウォーズ化したよ、エピソード1とかそうですよね、エピソード1ですね、 EP1 です。なかなかね、ちょっと読ませていただいてて、私は個人的に非常に読みやすい文章だなと思いながら読んでいるんですけれども、ね、こうコアバナサイトの中にでもですね、中には非常にこう読みづらい文章を書かれる方もいらっしゃるので、こう自分でこう読みやすい作品を探していくのがなかなか手間なんですけれども、現在ですね、明日の分まではリストアップしてありますので明日の分まではですね、迷わずに読めるんですが、また仕事がね、今とりあえず今日のお昼に、今まで手にしていた仕事が全部上がりましたのでですね、若干手が空いている間に、また何本か怖い話をですねピックアップしていきたいと思います。でそんなことをしてて今日ちょっと始まる時間が少し遅くなっちゃったんですけれども、110番目の迷い人さん、いい時代だったな、遠い目心霊特番、本当ですよね、今全然やらなくなっちゃいましたからね。あなたの知らない世界とかも何年前になるんでしょうね。で小学校4年生とかかな、小学校4年生の時とかにやってた記憶があるんですけれども、うちの母も非常に怖い話とか好きでですね、たまたま日曜日にやってたのかな、こう私と妹2人いるんですけれども、妹と出かけてて、お昼ちょっと過ぎに戻ったら、こう母がですね、玄関やら窓やら全部開け放って中でガーガー音立てて掃除機かけてるんですよ。何事だろうと思って、ただいまって、お母さんどうしたのこんな窓とか全部開けてって聞いたら、ちょうどいいとこに帰ってきたわって、もうなんか怖い話始まったんだけど、見たいけど一人で見るのは怖くて嫌だから、もう全部窓開けて掃除機かけながら見てたのよって言われて、そこまでして見たいもんかなと思った幼い日の記憶があるんですけれどもね、もう今全然お目にかからなくなってしまいましたが、やってほしいな心霊特番ね。こういう番組 を流すとですね、真偽のほどが定かでないものをあたかもあるいるというふうに断定して放送するのはいかがなものかというような、説がというかね、そういったコメントを発した、芸能界のお偉い方がいらっしゃいましてですね、まあ、そういうのも軸になってできなくなったという話もあるんですが、やはり心霊商法ですか、こう壺を売ったり印鑑を売ったりとかっていうのを増長させるということとですね、なんて言ったらいいんでしょうね、やっぱそういうものを見ることで、カルト的な宗教にはまってしまう人が出るんじゃないかって、いろんな話があるんですけれども、そういったことが原因で、多くの番組はできなく放送できなくなっちゃったっていうような話をちらっと聞いたことがあるんですけれども、あとはですね、アンビリーバボーでしたっけ、これ名前出していいのか、番組でですね、呪い面の特集をやった回があったんですが、あの中で出てきた自称霊能者のお坊さんが3日後ぐらいでしたっけ、なんかね、除霊を目的としたわいせつ行為で逮捕されたとかっていうニュースが流れて、ああこれでまた心霊番組が一つ潰れたっていう日も非常に残念な、思いをした、非常にショックだった記憶があるんですけれども、ね、なんかそういうので詐欺とかに使われるとですね、もう本当にどんどんそういう番組がなくなっていっちゃうじゃないかというので、心霊好き、怖い話好きとしてはもう絶対やめてほしいなと思うんですけれども、ね、111番目の迷い人さん、行安さんもこういう放送してるから部屋の四隅に盛り塩をしなくてはいけないことになるかもなって、そうですね、会社の人にですね、
除霊に行くように非常に強く勧められております。ついてないと思うんだけどな、うん、あの会社の人にですね、怖い話くれ怖い話くれって言ってたかってるもんですから、あのみんなにお祓い行ってきなさいって怒られてるんですけれども、あの最近はそうでもないんですが、ちょっと前までこうちに電話を、仕事の関係の電話をかけるとですね、電話機ガリガリ音がするって言われてたんですよ。でなんかそこにいるんじゃないのって言われてたんですけど、いないって。で私と息子と旦那が隣でガガ寝てるだけですけどね、そんなガリ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 言うような音のものはないんですけれども、一時期頻繁にそういう音が入ったということで、で最近ちょっとなくなったって言ってましたね。聞こえなくなったって言ってましたね。言った方がいいのかな。112番目の迷い人さん、こんなのやってたのねということで、アナザーワールド、あ、新あなたの知らない世界、新ってつくのは知らないですね。あー、これいつからやってたんでしょうね。あなたの、113番目の、瀬崎、これ龍神さんとお呼びしていいんでしょうか。あなたの知らない世界、1994年の夏までやってたらしい。1994年なんですか。結構あれですよね、あの古くからあった定番番組だったというふうに記憶してるんですが、あなたの知らない世界だったかな、あのオープニングで山の上の方まで続いてる水子地蔵がこううわーっと並んでて、赤い風車がくるくる回ってる映像っていうのがもう非常に印象深くこう残ってるんですけれども、あれってね、あの場所がですね、一説によると、まあ私の住んでる埼玉県の秩父の方にある、秩父地方の方にあるそういった水子のお寺じゃないかっていうような話もあるんですが、結局どこだったのか分からずじまいで、今でもあれってどこだったのかなってふっと思い出したりするんですけれども、114番目の迷い人さん、あなたの知らない世界、ウィキであった、ウィキなんかでもあるんですね。はい、結構あれですかね、愛好者というか愛好の同士がいたでしょうね、あの番組は。あなたの知らない世界は日本テレビ放送網の昼の帯ワイドショー番組で、毎週水曜日と主に夏休みなどの長期休暇に放映された特集コーナー、および同コーナーの再現ドラマを独立させたドラマの名称である。あ、なるほど。1973年から毎年7月から8月のお盆シーズンに毎週水曜日に放映していたコーナーであったが、1979年の7月からは毎週木曜日のレギュラー番組で放送していたコーナーであった。かなり人気が高く、春、夏、冬休みといった長期休暇には毎日2時間程度放映していた。ただし長期休暇期間中の再現ドラマは過去に放送したものの再放送が多かった。午後はまるまる思い切りテレビに同枠が受け継がれてからも夏休みのみ放映が続いていた。1994年の夏休みをもって一旦この特集は幕を閉じたが、2005年の夏休みに新あなたの知らない世界2005として復活している。ああ、この番組新の方は知らなかったですね。なんか損した気分。ああ、73年からやってたんですか。すごいな。知らなかったっていうか、こんな年代には私は見てないですね。1973年の記憶があったらすごいですね。私はまだあの一桁の年齢の頃ですので、年がバレるからこれ以上は言いませんが、相当なご長寿というか、まあ、番組そのものは、73年から79年に毎お盆シーズンにやってたのが、79年の7月から毎週木曜日のレギュラー。はあ、すごいですね。それから94年の夏休みまで続いたんですから、相当長いことやってたんですね。再放送してくんないかな。115番目の瀬崎龍神さん、
1973年開始だそうで、ということで本当ですね、すごいですよね。あの時代にそういう、あの第何期心霊ブームとかっていうのがありますけれども、その走りだったんでしょうかね。116番目の迷い人さん、すごいですね、皆さん探してくるのがガンガン来ますね。今日はこれで終わっちゃうんじゃないかっていう。あ、そうですね、先ほどお話しした埼玉県奥地、秩父の小鹿野町というところですね。あ、そうなんですよ、ここはあの本当に有名な場所なんですけれども、あのだんだんにですね、山の上の斜面の方まで、あのわーっと水子地蔵が並んでるところなんですが、水子地蔵というかですね、正直言うとあの小捨て山だったという説があるところでして、もう育てられないことが分かっている子供をそこに捨てに行くというような形でですね、あの産捨て山ならぬ小捨て山というような形で機能していたという説も残っております。そうね、もうね、寒気がしますよ、実物を見るとって言いながら、私も実物を見たことはないんですけれども、あのたまたまそこを通りかかったうちの両親がですね、見たことがあるっていうことなんですけど、あの鳥肌が立つって言ってましたね。一瞬見ただけで鳥肌が立つっていう。117番目の迷い人さん、1973、4歳だわ俺4歳ですか、年齢がちょっとバレてしまいますね。まあ、あのね、私の年齢はご想像にお任せするとして、一桁であることは確かでございます。そんなこんなでもう1時になっちゃいますね。あと2本残ってるんですけど、サクサクっといっちゃいましょうか。ね、なんかすいませんね、ちょっとあの一瞬だけマイクを切らせていただいて、あの恒例の水分補給をしたいと思いますので、少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。ではですね、3本目のお話に行きたいと思います。今日はちょっとね、1時回ってしまいますけれども、4本いけるかどうかちょっと微妙なところですので、ちょっとだけスピードアップしてお届けしたいと思います。はい、玄関に塩、2、疲れた出張エピソード2。ベランダに自衛隊の人がいるよ、娘が言う。つい3日前に自衛官であるいとこの結婚式に行ったばかりで、娘がまだ幼稚園に入る前のことだった。ああ、あれは兵隊さんだよ、私は娘に言う。似たような制服を着ていたので、先日見たばかりの自衛官に見えたのであろう。昔戦争で死んでしまった人で、ただうちのベランダを通っているだけだから心配いらないよ、と私は続けた。この時初めて娘にも霊感があるのだと分かった。まあ3人も子供がいれば1人くらいは私に似てもおかしくはない。ただ上の2人が男の子だったので、娘は1人で遊ぶことが多く、1人ままごとをしていても誰かとリアルに話をしているようで、自分の幼少の頃を彷彿とさせる懸念材料があった。玄関に塩を読んだ方はご存知かと思うが、私はその特殊な能力によりいじめを受けた経験があり、幼稚園から小学4年生あたりまで悲惨な生活を送っていた。娘にはそんな思いをさせたくなかったので、人生の先輩として一つの助言をした。お前が見たり聞いたりしたことでも、他の人には見えなかったり聞こえなかったりすることがあるんだよ。お父さんはお前の見たり聞いたりするものを全部わかるから、他の人に教えては絶対にダメだよ。お父さんにだけ話してね、約束だよ。娘はいまいちピンときていないようだったが、わかったと言って笑っていた。それからも
玄関に誰かいるとか、ベッドの横に怖い顔の女の人が立っていたと泣きながら2階から降りてきたこともあった。私との約束を守っていたからなのか、娘の人柄なのかはわからないが、小学校に入ってもいじめを受けたり仲間外れになったりすることなく、娘は元気に学校に行き、たくさんの友達がいた。私は安心してそれを見守った。娘が小学6年生の時、私は仕事の都合で愛知県に単身赴任することになった。近くで守ってやれないことがとても心配であったし、今まで何かの時に助けてくれた私がそばにいないことは娘にとっても不安であったに違いない。出発前夜、私は娘にお守りを渡した。私を守ってくれているお不動様の水晶で作ったネックレスだ。それをいつも身につけておけば大丈夫だよ、と半ばおまじないのような言葉をかけ、私は愛知県へ出発した。余談になるが、初めて本州に住んだ私にとって東海地区は素晴らしい土地であった。なぜなら、今まで私が見てきた北海道の霊体と東海地域のそれは別物だったからである。愛知の心霊サイトで知り合った方に、愛知、岐阜、滋賀、三重のさまざまな心霊スポットへ連れて行っていただいたのだが、土地柄から城跡や古戦場跡などが多く、北海道にいては決して見ることのできない貴重な体験をさせていただき、見聞を広げることができた。その頃の話はおいおい弟の方へ送信することにするが、赴任後はもちろん毎日のように電話はしていたが、長男の就職や次男の高校受験、そして娘の中学入学と家族にとって大事な時期に仕事とはいえそばにいてやれなかったことへの後ろめたさと、嫁一人にその重荷を背負わせてしまった罪悪感を常に抱きながら月日は流れた。その後、一度も帰省することなく3年半が過ぎ、父親が亡くなったこともあり、我が家へ帰ってきた。娘が中学3年の冬である。ちょうど高校受験の真っ只中ではあったが、そんな大事な時期に帰ってこられてよかった。何より成長した我が子をこの目で見ることができる。そんな当たり前のことが純粋に嬉しかった。お守りは？娘に聞いてみた。つけてるよ。娘は言うが胸元にはない。お父さんのセンス悪いからパワーストーンと絡めてブレスレットにしてもらったと言い、誇らしげに袖をめくって見せてくれた。でもね、お父さんにもらったおかげであれから一度も見てないんだよ。そうか、それはよかったな。それならもうお守り必要ないわ。見ないと思うから。どうして？あ、ごめんなさい、ここお父さんですね。それならお守りは必要ないわ。もう見ないと思うから。どうして？お前から霊波を感じないから。私のように霊媒体質のものは特殊な霊波動を出しており、以前は娘からも感じていたのだが、久しぶりに会った娘からそれは消えていたのだ。一般的には20歳になるまでに幽霊を見なければ一生見ない、それまでに見てしまったら見える人になると言われているようであるが、あれは私の経験から真っ赤な嘘である。いくつになろうが関係はなく、何か大きなきっかけにより急に見えるようになったり見えなくなったりするものなのだ。娘の場合、私が急に家を離れ、長男も社会人になり家を出て、次男も地方の高校に進学したため、家には嫁と娘の二人だけという現実が3年近く続き、そういう環境の変化が彼女を変えたのだと考えられる。ともあれ、本来見えないものが見えてしまうというのは決して良いことではなく、今後の娘のことを考えれば良い方向に成長してくれたと思っている。
そんな娘も今年の春、社会人となり、某外資系の企業に就職した。綾瀬はるかにの可愛い女性になってきたのだが、親として新たな心配事が増えた気がするのは男親の性であろうか。先日こんなことがあった。誕生日に彼氏からプレゼントされた服を着て、女友達と北の国からで有名な、これ麓郷と読むんですかね、麓郷へ遊びに行った時のこと。雨上がりの草むらを歩くので、ズボンの裾をめくり、靴下を脱いで歩いたそうである。何事もなく家に帰ってきたのだが、いくら探しても上着のポケットに入れたはずの靴下が片方見当たらない。娘は彼氏からのプレゼントの一つであったため、ちょっと落ち込んでおり、夜になって彼氏に電話をした。ごめん、この間買ってくれた靴下片方落としちゃった。それやばいわ。何が？麓郷の靴下って知らないの？それって呪われるよ。とまあこんな会話があったらしく、娘は泣きながら私のところへ来て、麓郷の靴下って呪い知ってる？と聞いてきた。私は呆れ果てた口調で電話口の彼にも聞こえるようにこう言った。そんなもんあるわけないべ。そんなくだらん意地悪するような男なんか別れてしまえ、鬱陶しい。まあその後も仲良くやっているようではあるが、そんな些細な嘘も見極めがきかないほどのただの一般人になったのだと、一般人ではない私は安心している。そんな娘は嫁が不在の時、玄関に塩を準備してくれる大切な家族なのである。そして今でもブレスレットを身につけている。誰にでも言えることだが、霊が見えたり感じたりすることは何らかの変化によって急に始まったり終わったりする。誰にでも起こりうる表と裏なのである。以上、玄関に塩その2を読ませていただきました。ですね、そうですね、本当に二十歳までに見なかったら一生見ないとかっていう話はよく聞きますけれども、二十歳過ぎてから急に見るようになった人っていうのもいらっしゃいますからね。見違いにそれが通説として、適用できない場合もあるわけで、いや小さい頃にね、やはりそういうアンテナが開いてて見えてしまった子供さんでも、こう思春期を過ぎてですね、だいたい17、8ぐらいになる頃には見えなくなってる、もう現実世界の行動の方が忙しくて見えなくなってるっていう方もいらっしゃいますからね。それとは逆にやっぱり17、8の頃に心理的に大きな経験をして急に見えるようになったっていう逆のパターンもあるわけですから、一概にいつまでに見なければ見ないとか、そういうようなことはないんじゃないかなというふうに思います。ただね、こうラジオのチューニングと一緒で、たまたまその時に波長があったか合わなかったかというだけの問題で、それがね、誰にでも起こりうることで、たまたま見えない人はそれが合ってない、アンテナが合ってないだけの話だということですよね。見えた方がいいのか見えない方がいいのか。118番目の整理整頓な人さんですね、コテつけるかなということ、あ、コテハンつけていただいたんですね、ありがとうございます。119、整理整頓な人、俺にも見えるようにならんかな一瞬だけということで、その一瞬だけ見えたのがものすごいトラウマになるようなものだったらどうしますか。ね、聞くのは好きですけど、聞いたりこう読んだり語ったりするのは好きですけれども、見たくはないかな。すいません、見るのはちょっとね、もう現実世界のものだけで十分です。さすがにあの世のことまではね、関与しきれないので、これからね現実世界どんどん忙しくなっていきますので、子供もでかくなっていきますし、思春期突入して反抗期に向かっていきますし、
あっちの世界に逃げた方が楽かもしれませんね。では1時も回ってしまったことですので、ラストのお話に進みたいと思います。先ほどのお話よりも少しだけ短いかもしれませんね。では本日最後のお話、映画館の公衆電話を読ませていただきたいと思います。映画館の公衆電話。思い立ったが吉日、今まであった体験を投下していこうと思い、情報なども含めて連投失礼します。これも実体験です。小学校2年生くらいの時のこと。両親は離婚していて、週に1回くらい母親に会っていました。迎えに行くから映画館のところで待ってて、そう言われ、私と姉は映画館に行きました。その時は夜で、一緒に晩ご飯を食べるだかなんだかで映画館のロビーで姉と2人待っていました。映画館はビルになっていて、1階はロビーのみで人などはいませんでした。当時は携帯などはなく、姉と2人まだかなと言いながら、ロビーの壁に貼ってある映画のポスターを見たり、自動販売機のボタンをめちゃくちゃに押したりしながら待ちぼうけていました。夜なので映画館への出入りは少なく、ロビーは電気がついていたので怖くはなかったのですが、地下にはゲームセンターがあり、不良が上がってきたら嫌だなと思っていました。かっこ不良がよくロビーの前でたむろしていた。姉は動き回るのに飽きたのか、座り込み外の人を眺めていました。ロビーにはピンク色の公衆電話が一つあり、私は電話をかけるふりをしたりして遊んでいました。受話器に耳を当てても聞こえてくるのはプーという音だけ。刑事ドラマなどで公衆電話に犯人から電話がかかってきたりするけど、どうやってるのかななどと考えたりしながら、ボタンをデタラメに押していきました。その時でした。プルルルル、受話器から音が聞こえてきたのです。うわっ、私はびっくりして受話器を元の位置に戻しました。お金なんて入れてない。あまりの驚きに心臓がバクバクなり、放心状態で立ち尽くしました。そばにいた姉が、どうしたんと声をかけてきたので、今誰かに電話かけてもたと私が言うと、姉は首をかしげてました。それから母親が来るまでさっき会ったことを姉に話しました。嘘やん、ほんまに？てか切らんかったら誰か出たんちゃう？そう言われて冷や汗がどっと出ました。それからは怖くてその公衆電話には近づきませんでした。その後母親が迎えに来て、ご飯を食べながらこのことを話しました。母親はあまり信じてないのか、なんやろねーとしか言いませんでした。110番や119番には専用のボタンを押さないとかからないようになっていた公衆電話だったので、お金も入れてないのにかかるわけないのです。あの時デタラメに押した番号は何だったのか覚えてませんが、携帯にかけるみたいに090のとか言いながら押したのは覚えてます。私は一体何に電話をかけたのか、どこにつながったのか、あのままかけ続けていたら誰が出ていたのか。その公衆電話は今でもあります。映画館に行くたびデタラメに押してかけてみますが、誰にもつながりません。公衆電話に詳しい人でこの現象が解説できる人がいたら教えていただきたい。怖くなくてすみません。ですが実際に体験した中では、あの時は怖かったなぁと思っています。多分失礼しました。以上、映画館の
公衆電話をお届けいたしました。もう今公衆電話を目にすること自体が随分少なくなってきて、ピンク色の公衆電話っても最近見かけないですね。もうあるのはほとんどこう緑色の公衆電話、カード式の公衆電話がほとんどですから、あのピンク色の覚えてる公衆電話、ピンク色のダイヤル式の、あのプッシュ本式ではなくてですね、こう回してかける公衆電話を覚えてるんですけれども、ピンク色のプッシュの電話、あったかな。今でも病院とかに行けばあるのかもしれないですね。ただもう最近は病院でもあの携帯 OK のエリアができたりとかで、公衆電話を使ってかける人もなかなかいないのかもしれないですけれども、あれですよね、あのやっぱね、手持ち無沙汰な子供はやりますよね、公衆電話で。お金入れてなきゃかからないですから、こうカチ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 と適当なボタンを押して、はいもしもしなんてやって遊んでる姿をですね、あのよく見かけましたけれども、最近ね、あの公衆電話そのものがないので、そういった姿は見かけないですけれども、そうですね、あのまだポケベルの頃ですね、公衆電話が、あ、こっちが、携帯電話が普及する前、あのポケベルと言われたあの平たい箱がですね普及してた頃には、公衆電話よくありましたね。高校、私が高校に通ってた頃、あのポケベルが全盛期だったんですけれども、休み時間になるとですね、もう皆さんが事務所前の、高校事務所前の公衆電話に列をなしてですね、ものすごいスピードでこうボタンを押してるっていう、あれはびっくりしましたね。いやもう 今から考えると、ね、ポケベルなんて本当あれが出た時は画期的な機械でしたからね。であのメッセージを入れてくださいって言われて、こう吹き込んじゃう人が何人もいたとか であの何時にどこどこで待ち合わせだからってこうボタンを押して文字を打ち込まなきゃいけないのに、音声で吹き込んじゃってガシャって切って、で自分はもう吹き込んだと思ってるもんですから、待ち合わせの場所に行ってですね、なかなか相手が来ないっていうので、で電話かけて、なんでお前来なかったんだよって、だってお前ポケベルに連絡入れてくれなかったじゃないかよ。いや入れただろう、何時にどこどこってちゃんと入れたよって、どうやって入れたんだよって、いやちゃんと声で入れたよっていうすれ違いがですね、あの当時何件もあったっていう話を聞きましたけれども、かくいう私もですね、うちの父親が、ポケベルを持った時にうちの母に、ちょっとあの、まあ、用事があるので何時に帰ってくるのか電話欲しいとね、何時に帰るのっていうふうに、メッセージを送ってほしいって言われてですね、一番最初に音声で吹き込んだことのある経験者です、ね、繋がるわけないっていう、ね、121番整理整頓な人、公衆電話とか最近見ないな。そうなんですよね、ここら辺私が住んでる近所でも公衆電話はコンビニに1軒あるだけですね。コンビニに国際電話のかけられる公衆電話が1件あるんですけれども、そこだけですね。あと小学校の近くにも1件ありましたね。そのぐらいですね。本当に見かけなくなりましたよね。最近逆にこう道歩いてて電話ボックス、ね、平成生まれの人は電話ボックス知らないんじゃないかな。うちの息子多分知らないんじゃないかな。こうね、歩いてて電話ボックスを見かけちゃうと逆にちょっとビクッとしてしまうというか、薄暗いでも夜ね、こう暗い中歩いててそこだけぼーっと立ってると、逆に最近はちょっとビビってしまうっていう、見かけなくなって久しいので、逆に珍しいものを見たというようなね、122番整理整頓な人、おもちゃの電話がつながったらもっと怖いな、ポケベルとか年バレるぞさて寝ます、おやすみなさいということでポケベル、ね、ポケベル全盛期高校生とか言ったら年バレますよ ね。そうですよね、家でね、例えば子供がおもちゃの電話で遊んでて、なんか急にね会話がこう成立しているような話をし始めたらビビりますよ ね。で何してんのって聞いて、なんとかちゃんとお話してんのとか言われたらどうしようかと思いますけど、
ますよね、子供のおもちゃ で電話とティッシュと鍵ですか、あとコンセント、これは子供がもう興味をそそられる、で親が触ってほしくない、ね、もうこの4つのものというのは、ね、ティッシュペッ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 と抜かれる、もうね、どうすんだよこれって、部屋の中にティッシュ散乱させられちゃったりとか、知らない間に電話どうかかけちゃったりとか、もうね、電話はまだいいですけど、コンセントですよね、コンセントなんかね、もうよだれでベタベタな手でビッとか触られちゃったりしたらどうしようとか思いますから、いやー、もう本当に。ではうち弟がね、まだちっちゃい頃なんかは家の電話から110番にかけちゃって逆端でかかってきて親がすごい怒られてたことありますけれども、今の子はもうおもちゃに携帯電話ですからね、うちの姪っ子なんかもそうですけれども、本当に親が生活の中で使うそういった機械が子供にとってはもう目新しいおもちゃにしかならないっていうですね、まあそりゃそうですよね、生まれた時からそういったものがすぐ間近にあるんですから、もう家の中で IT 格差が開いてしまって、うちはあれですよ、家の中でこうパソコンに一番詳しいのは私、息子、相方という順になってますので、私も勉強したわけではなく全部独学ですのでね、詳しいこと聞かれても全然わからないんですけれども、家の中でさえそれだけの IT 格差があるような時代ですからね、公衆電話の話とかしてもわかんないんだろうな。たまにツイッターで回ってきますよね、甥っ子に怖い話をしてやろうと思って、どこどこの公衆電話に幽霊が出るって有名なところがあってって話をすると、公衆電話って何？って聞かれて逆に寒気を覚えるっていう、でもそれだけ時代が変わってきたということで、いやー、私も年を取るわけです、ね、さあ、時間も1時18分ですね、すいません、今日もまた1時を超えてしまいました、1時間すいません、1時間ぐらいで終わりにしたいなといつも思ってはいるんですけれども今日はちょっと途中でですね、ちょっと脱線してしまったりしたものですから、ちょっと時間が長くなってしまいましたけれども、123番瀬崎龍神さん、昔は赤電話だった、そうですね、こう10円玉こう入れてジーコロコロコロジーコロコロコロってやる赤電話でしたよね、長電話するのにこうその高架の投入口の横に10円玉こういっぱい山のように積んどいて、まず10円入れてこう電話をかけて相手が取ると一回ガシャンと落ちるんですよね、ですぐに次のを入れないとすぐに切れちゃうんで、まあ、大体平均して10円で3分っていう、いやーこの話が分かる人何人いるのかな、ね、年代がスパッと分かれるかもしれないですね、赤電話こうね、10円玉でかける赤電話で、カードと10円玉100円玉が使える緑電話で、公衆電話って何っていう携帯電話派と、ね、どの世代が一番多いんだろう、ちょっとドキドキしちゃいますね、いやーそうですよ、いや思わず昔語りをしてしまいましたけれどもそう、ね、昔はあったんだよ赤電話ってね、もう10円玉でしかかけられないような電話が今本当にあれですよね、古道具屋さんとかに行くと置いてあるのかもしれないですね、ああ懐かしいな、見つけてみたいな、で、まあ、そんなことを言っているうちにですね、すいません1時20分を回ってしまいました、はい、現在、ネットラジスケープの方ですね、聞いていただいているリスナーさん117名の方に聞いていただいております、本当にありがとうございます、こういった怖い話系の朗読のラジオというのはですね、この時間帯いくつもやってらっしゃると思うんですけれども、そんな中でですね、117人の方に聞いていただけているということで、もう本当に幸せでございます、ですね、これ聞いていただければ分かると思うんですけれども、私非常に雑談が苦手な
人間でございますので、お聞きになっている皆さん、可能であればですね、どんどん、あやかし語りの下らば掲示板の方へ、ご意見ご感想など書き込んでいただけますと今後の励みになりますので、よろしくお願いしたいと思います。でまたですね、あやかし語りの名前で、ツイッターのアカウントを制作しておりますので、行案数字の2行案2というあやかし語りというアカウントで、ツイッターをやっております。その日ですね、今日は何時頃からやるようですとか、すいません今日はお休みしますというような情報を告知するのとですね、たまになんかいらんことをつぶやいておりますけれども、掲示板と、そのあやかし語りのツイッターの方で、その日放送するしないの、ご連絡をさせていただいておりますので、掲示板の方を覗いていただくか、ツイッターの方をフォローしていただいてですね、覗いていただければその日何時頃から、だいたい午前0時前後を基準にしてですね、放送を始めたいと思っているんですけれども、さまざまな事情からですね、ちょっと放送が遅れてしまったりですとか、急遽放送取りやめになってしまったりですとかすることがございますので、確認していただければなと思います。でですね、大体放送時間がですね20分ぐらいずれ込んだ時には、あ、セッティングがうまくいってないんだなと思ってやってください。そうなんです、いまいちね、まだね、マイクの接続がこう奇跡的にうまくいく時もあるんですけれども、あれ思ったようにいかないなという回が非常に多いので、大体12時10分前ぐらいからですね、あたふたあたふたやってるんですけれども、大体12時20分ぐらい過ぎて始まらない時は、あ、またあいつマイクのセッティングがうまくいってないんだなっていうようなことを思って生ぬるく見守っていただけるとありがたいです。124番伊勢崎龍神さん、お疲れ様ということで、はい、ありがとうございます、こんな時間までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。皆様も、もうね、随分冷え込んでまいりましたし、明日というか今日ですね、関東地方草津の方ではもう雪のマークがついているということで、朝から厳しい冷え込みが予想されますので、皆さん暖かくしてお休みくださいませ。それではこれで本日の放送は終了とさせていただきます。どなた様も闇路からのお帰りには気をつけて、決して後ろを振り返らず迷わぬようにお戻りください。また今日と明日が入り混じる曖昧な時間にお会いいたしましょう。では皆様、おやすみなさいませ。